こんにちは、ゴルフ飛ばしなんぼの小池翔二です。どうですか皆さん、練習していますか？今回はフェアウェイウッドの打ち方に悩んだらを3つお伝えいたします。どうでしょう、ドライバーはそこそこ打ってるのにフェアウェイウッドになるとさっぱり当たらない方や、フェアウェイウッドをどう打ったら当たるのか悩んで結局使っていない方も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のためにフェアウェイウッドの打ち方に悩んだらを3つお伝えいたします。フェアウェイウッドは芝の上から打つクラブの中では一番長くロフトも立っています。ある意味初心者やアベレージゴルファーにとって一番難しいクラブとも言えるでしょう。フェアウェイウッドが打てるようになるとスイングレベルが上がりスコアアップにつながります。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドの打ち方に悩んだら、一つ目は棒の位置をチェックするということです。どうですか、このように棒の位置が左かかと線上にセットしたり真ん中にセットしている方いらっしゃいませんか？まずは棒の位置が左かかと線上にセットしている場合です。このようにドライバーと同じく左かかと線上にフェアウェイウッドはボールを置いてはいけません。ドライバーはティーの上からアッパーブローで打っていきますが、フェアウェイウッドは芝の上から打つ場合がほとんどですので、左かかと線上にボールを置いてアッパーブローで打つとダフってしまいます。それとは逆にアイアンと同じくスタンスの中央にボールを置いてもいけません。フェアウェイウッドはロフトが立っているため、アイアンと同じくダウンブローで上から打ちに行くとロフトが立ちすぎてしまい、ボールが上がらず飛ばすことができません。では実際に左かかと線上にボールを置いて打ちます。芝の上から左かかと線上に置いて打つとダフってしまいます。次はスタンスの真ん中にボールを置いて打ちます。ロフトが立ちすぎてしまいボールが上がりません。フェアウェイウッドの打ち方に悩んだら、ボールの位置が左かかと線上とスタンスの真ん中の中間にボールを置いているかチェックしてみましょう。フェアウェイウッドの場合、この位置がレベルブローになり、払い打ちで芝をする感じで振ることができます。フェアウェイウッドをうまく打つためにはボールの位置がとても重要になります。自分の棒の位置が正しくセットされているかチェックしてみましょう。では実際に左かかと線上とスタンスの真ん中の中間に置いて打ちます。スイングがレベルブローになり、払い打ちで打つことができます。もう一発打ちます。フェアウェイウッドは芝をするように払い打ちで打っていきましょう。今まで棒の位置が左かかと線上だったりスタンスの真ん中でセットしていた方は、その中間でボールをセットすることでフェアウェイウッドをうまく打つことができます。飛ばしてなんぼ。ゴルフ飛ばしてなんぼスタジオマンツーマンレッスン会 in 船橋、参加者募集いたします。プライベート空間満載のレッスンスタジオになっています。詳しくは概要欄から。フェアウェイウッドの打ち方に悩んだら、2つ目は左足に体重移動するということです。どうですか、このように右足に体重が残って打っている方いませんか？右足に体重が残ってしまうとアッパーブローになり、ダフリトップの原因になってしまいます。一般の方のフェアウェイウッドのミスの多くはダフリトップが多いのではないでしょうか。右足に体重が残ると手で下ろす形になり、手首のコックがほどけてしまいます。そのためヘッドの最下点が棒の手前になり、ダフリトップの原因になってしまいます。
フェアウェイウッドでボールを上げたい気持ちが強い方はこの傾向が強くなるものです。注意いたしましょう。では実際に右足に体重が残る打ち方で打ちます。右足に体重が残ってダフっています。フェアウェイウッドの打ち方に悩んだらフィニッシュで左足にしっかり体重移動することが大切です。フィニッシュでは 95% 左足に体重移動して、そして右足はつま先立ちになるようにいたしましょう。左足に体重移動ができると下半身が使われ手首のコックがほどけにくくなります。そうすることによってヘッドの最下点が棒の手前に来なくなり、棒の位置に最下点が来てダフリトップが激減いたします。フィニッシュで右足に体重を残さず左足に体重移動することがコツになります。では実際にフィニッシュで左足に体重移動して打ちます。左足に体重移動して右足つま先立ちにすることが大切です。もう一発打ちます。芝をするようにして払い打ちするのがコツになります。今まで右足に体重が残っていた方は左足に体重移動することでダフリトップが激減しうまく打つことができます。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドに悩んだら3つ目はドライバーと同じく振らないということです。どうですか、フェアウェイウッドをドライバーと同じく振っている方いませんか。フェアウェイウッドはドライバーの次に飛ぶクラブなので、ついつい同じく振ってしまうものです。ドライバーはヘッドも大きくティーの上から打つので、ある意味意外と当てるのが簡単です。しかしフェアウェイウッドはヘッドが小さく芝の上から打つので、スイングがある程度できていないと意外と難しいクラブと言えるでしょう。フェアウェイウッドの苦手な方はドライバーのように振っていて飛ばそうと力んでいる方がとても多くいます。それでは小さいヘッドで芝の上から打つフェアウェイウッドでうまく打つことが難しくなります。では実際にフェアウェイウッドを飛ばそうとして振り回して打ちます。状態が力んでしまいうまく打つことができません。フェアウェイウッドに悩んだら7割くらいのスイングで力まず振ることが大切です。そこそこ当たってそこそこ飛んでくれれば OK という気楽な気持ちで打つと良いでしょう。とはいうものの、どうしてもフェアウェイウッドが力んでしまう方はティーの上から打つ練習をすると良いでしょう。このように大きくゆっくりゆったり振る練習をすると力みが取れてきます。だいたい100ヤードくらいの距離で OK です。飛ばす必要はありません。では実際にティーの上から大きくゆっくりゆったり振っていきます。上体をリラックスさせるとうまく打つことができます。もう一発打ちます。100ヤードくらいの距離で OK です。今までフェアウェイウッドをドライバーと同じく振っていた方は7割のスイングで力まず振ることがフェアウェイウッドをうまく打つコツになります。